おはようございます。寒いっすね。いや東北は寒いっすね。関東より多分マイナス5度ぐらい違うのかなって思いますけども、ただいま時刻はね7時半ですね、はい、今日は岩手県の北上市というところに来てて、北上市さんからですね、こういうサイクリングロード実は作ってたんだけど紹介してくれないかと。どれどれって蓋を開けてみたら、なんとですね、この荒城幸也選手ってね、バーレンメリダのツールドフランスなんかもたくさん出てるような現役のね選手がいるんですけども、その選手が作った約100キロのサイクリングコースが実はここにあるっていうですねことをお話しいただきまして、マジっすかみたいな、俺そんなん知らなかったんですけどみたいな、ということで、まあ、せっかくなんでそのコースを走ってみようという趣向でございます。はい、場所はこちら北亀駅ですね、新幹線も通るような大きな駅なんですけど、ここからスタートですね。でそこからこうぐるーっとね、北亀駅周辺を約100キロぐる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 っとね走りまくる、そんなようなコースになってます。はい、肌寒くなってきたんで、ようやく待ちに待ったこの冬用のジャージが着れて僕はとてもハッピーなんですけども、まあドマーネでね今回は行きます。今回もねすごい楽しい感じの動画を作ろうと思ってるんで、ぜひね最後までご覧ください。そしてここ来てください。はい、すげえ、出発して数百メートルで一気にサイクリングロードっぽいところに来ましたね。ほうほう、めちゃめちゃ綺麗だぜ。うわー、見てください、のっけから優勝プランですね。早速ピクニックっぽいことしてる人もいるし、わあ、やっぱり朝だよな、サイクリングは。自転車は朝だよな、マジで。これはちょっと動画を撮らずにはいられないというか、写真を撮らずにはいられませんね。めちゃくちゃいいじゃん、この川、そして木、そして霧、山、雲、青い空、はあ、パーフェクトビューです。って書いてありましたね。結構なんかカーブどころ、カーブとか要所要所にめちゃくちゃプリントされてるみたいです。プリントっていうのかな迷うことはそうそうないんじゃないかな。まあ僕も今日初めてなんで、一応ねマップはこの中に入れてるんですけど、にしても今日は本当に天気に恵まれてる。一応今は10度いってないんですよ、気温摂氏7、8度ぐらい、結構寒い。でもこの朝のこのちょっとヒヤッとした感じ、僕嫌いじゃないです。はい、ちょっと足寒いかなと思ったけど、今日最高17、8度、20度近くまで上がるんで、だから結構服装難しくて。そんなことよりも見てくださいこれね、え、最高最高っす、マジでいいよね。自転車ラックが置いてあります、ね、素晴らしいですね。よい子の皆さん、ぶら下がったりしないでね。これがある理由はあれですね、ちょっと行ってみましょうか、せっかくなんで。縄文時代にあったやつじゃないですか、多分縄文時代にこういうので住んでたんじゃないですかね。実際に触れますね。うわー、これはこれはちょっとすごいですね。あー、めちゃくちゃいい、最高の天気ですね。雲が全然なくてすごい、今日は恵まれましたね。天気にはかなり入り口が狭いですね。中に入らないでね、覗くのは OK だよって書いてますけどね。ちゃんと一応鍵がかかってますね。今回のコースは
こんな感じでめちゃくちゃたくさんスポットがあるんですよ。もう数えきれないぐらい。多分全部は見せることはできないと思いますけども、まあこんな感じでコース沿いにあれやこれやと北上の観光スポットが盛り込まれてるっていう感じですね。まあ雪屋さんが作ったコースなんだから、私はとてもとても期待してますよ。それはそれは期待してますけども、今のところすっごいすこぶる調子いいっすね。道も分かりやすいし、シンプルで分かりやすいし、まあまだ序盤ですけど、サイクリストがちゃんと作ったコースって感じしますね。その自転車よく知らない人がなんとなく作ったサイクリングコースではなくて、本当に自転車側のことをよく知ってる方が、作ったコースって感じですね。ここもいいっすよね。ここ今バーって登ってきたんですけど、でこの後またひたすらこっちって感じ。シンプルで分かりやすい。続きいきます。今日は楽しめそうですね。リンゴ畑ですね。ほら、両サイドリンゴ畑ですよ。いやー、北国感と言いますか、いいっすね。結構こんなもう触れるレベルで近いっすよ。まあ触んないですけどね、もちろん。埼玉県だとちょっとリンゴ畑っていうのはお目にかかれないんで、かなり新鮮っすね。お、ほら、北上荒城ロードって今書いてありましたよ。要所要所にこう記載してくれてるのはすげえありがたいっすね。まあ一応ホームページの方にその Google マップでルートはちゃんとあるんで、多分それ使った方が確実だと思うけど、全然いけちゃうな。これこれ、こんな感じですよ。これでいいんですよ。もう自転車乗りっていうのはこういうのを求めてるんですよ。最高の道じゃないですか。パーンと見晴らしよくてね、最高だねこれはね。いやー、今のは良かった。こめかみに目玉が欲しいパターンですね。どこを見ても絶景っす。最高っすねこれは。もう後ろこれ何もないですよね。ほんとこの感じっす。もう見たまんまですね。この映像のまんまの景色が出てます。360度で見せたいぐらい。 GoPro9 の実力はどうでしょうか。めちゃくちゃ逆光だけどちゃんと映ってんじゃないでしょうか。最近 4K で撮ってます。本当は 4K60 で撮りたいんだけど撮れないのよ。 GoPro9 4K で60コマは、まあ僕のね一眼も 4K で60コマ撮れないんですけどね。 α7S3 が欲しいけどちょっと最近高い買い物しすぎて自粛中です。 4K60p で再生回数が10倍になるんだったら買う価値あるけど、僕の視聴者さんはそこまで画質気にしてる人はいないと思うんで、本当僕が勝手に画質に勝手になんかこうこだわり始めちゃってるだけだから、素人なりに。みんな多分めちゃくちゃどうでもいいとは思うんだけど、まあね、欲しいよねいいカメラ。よし、無料休憩所行ってみますか。はい、誰もいません。これね、畳で雑魚寝できますよ、はい。ここは国見山、廃寺跡ということで、国見山のお寺の跡みたいですね。休憩所として、コースに設定されてました。この辺ではなんか平安時代のお寺の跡みたいですね。まあいろいろとお寺があったみたいです。五重塔しかり本堂しかりいろいろあったみたいですね。詳しくはぜひ見てみてもらえばなと思いますけども、この畳は危険ですね。雑魚寝したくなっちゃうよねこれはね。広さ的にはもうこんな感じっすよ。ここに座布団があったら座布団こう2つに折りたたんでこういうことができますよね。あれ？もう4時みたいな。やべ、100キロ走る予定だったけどちょっと時間もあれだし帰るか的な感じな
ことになりかねない非常に危険なスポットです。はい、皆さんぜひこぞって利用してみてください。なんか食事なんかもできるみたいですし、なんか本当休憩場としては結構いいなと思いました。はい、まあこんな感じで、お寺がいくつかあります。うわ、めちゃめちゃぬかるんでんな。そこの施設からぐーっと入って中を見学することはできるのかなって感じですね。パワースポット的な感じの印象ですね。あれありますよ皆さん、これ見たらちょっとやるしかないですよね皆さんね。おっつつ、やってもいいんですよね。ツイッターで岩手北上にいます、なんかお土産とか教えてくださいって言ってたくさんの人からコメントいただきました。ありがとうございました。いいものピックアップして、買って帰りたいと思います。めちゃくちゃ、嬉しいです。やっぱりね、ググるよりもね、もう聞くのが一番。はい、聞いたらすぐにみんな返してくれてめちゃくちゃありがたいです。本当に助かります。しかもみんな質のいい答えだから、かなりこのクオリティの高いヤフー知恵袋みたいな感じでしょうか。なかなかこう僕は動画でしかお返しができないんですけども、リプを返してくれた皆様ありがとうございます。はい、絶景スポットが常に右左前どこかしらにあるっていう、そんなような感じですかね。走ってりゃずっと気持ちいいと思います。あと駅前スタートっていうのがまたいいっすね。輪行して降りて解体して組み立てて即出発できるコース設定は、わあ分かってますねみたいな、そんな印象っすね今のところは。めちゃくちゃ好印象っすよ。さすがっすよ。もうみんな知らないのがもったいない、まあ俺も含めてですけど。よかったっすこの機会で知れて、かつみんなにご紹介できて。よし、ふれあいセンターってとこですね。トイレもあってバイクラックもあって、まあなんかご当地のものもあるみたいな。これ買っちゃいました。見て、岩手コーラ思わず買っちゃいました。100円です。遅くなりましたが乾杯といきましょうか。今日はエナジードリンクじゃないんですけども、はい、岩手の北上に乾杯。チーン。サイ&コーってやつですね。すごい素朴な味ですね。うっすらと甘い黒糖の味っていうか香りレベルですね。上に黒ごまが乗ってます。口当たり軽くてスイスイ入っちゃうんですよ。まさかこれに450キロカロリーがあるとは思えないぐらいすげえサクサク進んじゃいます。あの田舎のばあちゃん家に出てきそうな蒸しパンって感じですね。強くなると閉まってガチャーンってなるやつですよね。ただいまの時刻11時11分、割とまあ撮影しながらなんてのんびりと走ってますけど40キロぐらいですね走ってます。
基本的にはその平坦基調でなんかめちゃくちゃきつい山を登るっていうコースではないですね、今のところは。ただ微妙にこう 4-5% を登る上り坂みたいのは多々ある、ちょくちょくあるので、自転車始めたての人でもなんていうんですかね、走りごたえのあるようなコースにはなってると思います。ひたすらこういう道を今走ってます。5キロぐらい走ってると思います。5キロは言い過ぎた、2、3キロ走ってると思います。まだまだ続きますね、この道が。やばいね、果てしなくまっすぐですね。怖いぐらい恐ろしいほど海藻っすね。いやー、北上に住んでるサイクリストさん恵まれてますね。めちゃくちゃいい道あるじゃないですか。北上駅を中心にこう走り回ってるんで、あ、なんかちょっと疲れたなーってなったらもう即座に駅の方に帰れるっていうですね、素晴らしいコースになってます。これすごいよね。あ、50キロして疲れたなって言ったらもうすぐ北上駅方面に戻れるし、もう任意の好きなタイミングで駅方面に帰ることができるから、必ずしも 100% 100キロ走んなくてもどこからでも逃げ道が作れるっていうのは結構コースよくできてるなと思います。これが下手になんかめちゃくちゃ遠くまで行っちゃって、もう戻るには帰るしかないってなると結構げんなりしちゃうと思うんですけど、特にね疲れちゃったりすると、いつでも逃げ道がこうある状態っていうのはよくできてますね。さあ、ランチタイムです。ただいまの時刻は12時ぴったり、距離52キロぐらい走ってますね。ここ食堂山野駅は和賀っていうのかな、ここでちょっとご飯食べます、はい。どうしようかな。鍋焼きうどん、どっから鍋焼きうどん、他人丼、焼きそば、鍋焼きうどんにします。いただきます。自分で言うのもなんだけど、結構食事どころのセンスいいと思うんですよね。これ結構当たりだと思います。かなりローカルだからどうかなと思ったけど超いいと思います。他人丼ってのも食べてみたかったですけどね。これは冬の寒い時に行きたいですね。Just to find myself, yeah. Been losing my focus like a thousand times before. Can't take this anymore. Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long, yeah, waiting.Just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I come back.
りか。くそ。いやー見ました、あのブリキ。めちゃくちゃなんかもうそそるじゃないですか。しかもコーヒー1杯100円、惜しいな。いやでもね、昼は最高に美味しかったです。あれはね、大当たりですね。あのぜひ皆さん行ってみてください。かなりローカルなスーパーと食堂の一体型の場所なんですけど、地元の人が食べてる食堂ですね。あれはまさに結構人もいたし、土日とも結構混むんじゃないかな。僕はどっから鍋焼きうどんだっけな、あの辛い鍋焼きうどん食べましたけど、最高にうまいですね。ちょっとこう辛いんだけど、舌が終わるような辛さじゃなくて、体がポカポカになる辛さですね。だからもうあれは冬場に食いたいね、鍋焼きうどんね。今結構なんかテンション上がっちゃって、まあ早めにねランチできてよかったなと思ってます。さっきまですげえ向かい風でしんどかったんですけど、ぐるっと回って逆サイ走ってんで、まあ追い風です。漕がなくても25から30ぐらいは出ます。非常に楽ちんですね。やべえ、もう5キロぐらいずっとこんな感じ。シャドウマイナス1、2度が5キロ続いてる感じ。永遠にまっすぐ。これほど幸せなものはないですよ。ちょっと漕ぐだけで30キロみたいな。10ワットで30キロみたいな、そんな感じですけどね。北上のカカシしかり、まあ今ここにあります、あそこにありますけど、横断歩道にね、女の子立ってるでしょ。やたらとクオリティ高い。めっちゃびっくりする。あの旗とかも本物だし、多分あのカッパとかランドセルとか長靴もリアルなのかな。やたらとマネキンのレベルが高くてですね、結構ドキッとしますね。車じゃないけど、こんな感じです。めちゃくちゃ怖え。ちょっともうちょっとニコってしてほしかったな。ちょっとなんかもう真顔でしたね。はい、非常にあのドライバーにとっては効果抜群なマネキンだと思います。いやー楽しいですね。晴れてるし、車通りもほとんどないし、道は綺麗だし、見るとこもいっぱいだし、いやーいいっすね。思わず足を止めちゃうぐらいの美しさですよ。いわゆる人工物、高い建物がない。まあ電柱はあるけど、ここで電柱が終わるでしょ。そしたらもうクリアな自然だけのこの世界、そしてまっすぐ一本道、なかなかこれは珍しいですね。いやー最高だね。めっちゃ舗装されてるんだけど見晴らしがいい、このパターン私大好物です。あ、コタカフェ、コタカフェ、コタカフェ、お気に入りに入れてた。営業終了してません。ちょっと行こっかな、せっかくだし。とにかく映えたいサイクリストはまずカフェがないとダメじゃないですか。まあ、カフェいっぱいあるんだけども、ちょうどこのサイクリングロード沿いというかこのコース沿いにコタカフェっていうカフェがあったんで、ちょっと寄ってみます。あらー、ここっぽいっすね。ここだ。あ、やってる、あ、やってるか。見つけた。おお、よかった。ブルーベリーのね、コタカフェ。あーあー、ちゃんとありますね。北上が作ったノーライドノーライフ。飲んじゃいました。とブルーベリージュースですね。いただきます。こっちから行ったら、うわ、多分ブルーベリー5000個ぐらい入ってるこれ。ブルーベリー 100% ですね、おそらく。ちょっとでも砂糖入ってるかな。美味しいですね。すいません、パフェいただきます。おいしい。こっちはバニラアイスに凍らせたブルーベリーに生クリームチョコレートソースみたいな。
パフェ超美味しい。冬場はパフェは中で食べた方がいいですね。今日はギリ OK かな。はぁ、20キロっすね。まあひたすらこうあとは駅方面にちょっと行きつつみたいな感じです。北上市がこんなにこう自転車に関して力入れてるって知らなかったですね。一生懸命こう注力コース作ったりこうラック作ったりね、お店の人にこう協力してもらったりするのも大事なんだけど、結局やっぱり知ってもらわないと意味がないですよね。もったいないなって思っちゃいました。今日行ったとこすげえどれもすごい良かったから、僕の動画がどれだけね影響力があるかはちょっとわかんないけど、まあでもこの動画を見てくれた人が少しでもねサイクリングとかまあ旅行観光しに来てくれたらいいなってちょっと思いました。すごいわかりやすい、5キロごとにつけてるんですよマークを。なかなかね相当力入れてないとなかなかやらないんですけど、主要なそのスポットには必ずラック置いてあって、ラックだけじゃなくて空気入れとかそういったメンテナンス道具も置いてあるっていうサイクルステーションみたいな、そのもちゃんと準備してて、こんなに一生懸命やってんのになんか俺も知らなかったし、てか多分そもそも知ってる人が少ないと思うんですけど、いや認知されてないのはマジもったいないなと思いました。この動画を見てる方はぜひね応援しに行ってください。はい、すごい良かったですよ。まだ終わってないですけどね。まだ終わってないけど、なんか普通に純粋に思いました。誰かが発信して、誰かがこう、やっぱ見せないと分かんないですよね、こういうのはね。少しでもこう、なんか今回の動画で力になれたら嬉しいなってちょっと思いましたというね。いい話しちゃったな、俺いい話しちゃったな。これ完全にいい話しちゃったな。ブルーベリー汁っていうぐらい、ブルーベリーがすごいです。美味しいですよ。すげえ美味しいです。僕初めてですね。ここまでブルーベリーがすごいの。さすが、ブルーベリー農園やってるだけのことありますね。パフェに関しては、めっちゃうまいけど、ちょっと寒かった。中で食うならいいと思うんだけど。でもかなりレベルの高いパフェだと思います。はい、よし。よし、じゃあラスト20キロね。行っちゃいますか。サイクリングの、はい、そこにあの鬼の面ありますよね。 ありますね、ここにね。北上の鬼剣梅の鬼剣梅って言う京都芸能なんですよ。角がない鬼でした、ね、そうなんです。神様なんですよね。神様なんです。そうですね、あの結婚式の時とかも、ね、ああそうなんですね、そういう時にも踊った。はい、ぜひまた、はい、また来させていただきます、ね、北上に置いてください、はい、すごい素晴らしいカフェでした。はい、ありがとうございました。もう間もなくですね、北上駅です。僕はあとはお土産買って、帰ります。よし、ふぅ、着いた。あー、ちょいと疲れましたな。ふぅ。